こんにちは、こんばんは、おはようございます、キーコちゃんです。ふわー、ファイアーエンブレムヒーローズね、まだダウンロードして、まあ、1、2回しかやってないんですけど、早速ね、3万円分作りましたから何年できるのかわかんないですけど、この右側何これ、ショップで見てみる、名前になってるの、これオーブか、オーブ421個、これをねぶっ込んでいきたいと思います。なんかね、キャラクターはね、このガチャ、召喚、やっぱマルスがねいいみたい。マルスだ、この左の匠だと、右のこのお姉さん、この3人はかなりいいみたいだね。先に出すとマルスから狙っていきましょうか。私ね、ファイアーエンブレムなんですけどもね、実は、3作目である紋章の謎をちょっとやったぐらいで、あんまりわかんない。どっちかといえばフェイダとかさ、シャイニング・オブ・ザ・ダークネスとかさ、そっち系ばっかやってたから、あんまりファイアーエンブレムを知らない。ただ紋章の謎の主人公がマルスだってことは、まあ分かっております。それぐらいです。やっていきましょう。召喚、なんかこれ不思議なね、ガチャなんだよ。おお、なんか5個あって、まず1個目はオーブ5個、2個目が4、3、下がっていくのかな。まあ、とりあえず引いていきましょう。カットインがあるとかないとかないですね。カットインがあるとなんかちょっとね、能力が違うみたいだよ。いいのかな悪いのかな、分かんないけど。マッシュ召喚する、どんどん召喚していきましょう。属性がここでもう決められてんだね。これ時間かかりそうだな、めっちゃ時間かかりそう。カットインなし、あ、かっこいいじゃん。うん、星3つ、フレデリック、あ、かっこいい。どんどん召喚しますよ。あ、4個では4個なんだ、3個ってなんないんだ。どんどんいきましょう。これ重霊みたいなのないのかね。何あのびっくりマーク、キャラクターの下のびっくりマークは何、今なかった。おー、魔王顔のおぼろ何する、よくわかんない。これ何、このびっくりマークは。騎士としての鍛錬は怠りませんよ。いやいや、そういうことね、関係値的なやつ。どんどんいきましょう。はい、これ時間かかるなこれ時間かかるな。そっか、5個か。あー、ハゲてんな、ハゲてるな。スッチさんの将来だねこれは。次はこちら召喚する、まあ、どんどんいきましょう。まあ、これは10連とかないんだね、そういうことね。とりあえずマルスが当たるまではやりましょう。ここはね、カットイン来い、来ないね。あ、でも強そう。弱い、マジこんなでかいのに。どんどん召喚していきましょう。召喚する、おお、赤が多いよ。いきます、どんどん飛ばしていこうか。これパッと押せば飛ぶのかな、飛んだ、あれパオラ、なるほどね、セクシーなお姉さんだ。召喚する、どんどん来い。次あえて緑、あ、緑1個取っとくか、あえてね。あ、飛ばしたくないな、できる限りどんどん見ていきたい。でもここは青は確定なのかな、金とかないのかな。いる、あー、すげえ格好じゃない、それじゃ戦えないよその格好じゃ。次召喚する、え、どういう風に出るんだろう。今のところ星3つばっかりだから色があんのかな。あ、青だよね、ここは青は確定。あ、さっきの人だ、分かった。よいしょ、どんどん引いていきましょう。あ、これ結構動画長くなりそう。よし、あれ星3、星4つが何パーセント、 3% ぐらいだっけ、 5% だっけ。ラスト、あ、星4じゃん、あれ右のやつ、マジか。よいしょ、もう強そうなおやじさんだな、ギュンター。おやじさん強そうだよ、強そうなおやじさんだね。どんどんいきますよ、早く欲しいよ星5が。
おお、お兄さんすごい胸のところ何入れてんだぞ。お菓子好きの盗賊。レッツゴー。なるほどね、椿出ないな。うわ、空飛んでるやつだ。ああいう系いいよね、キャラクターとして。レッツゴー、カットイン来い。青だね。お、カットインじゃん。お、これカットインじゃない？これか。シキに会いに来てくれたの？おお、あれ？この子は。やったー！手に入れた。へえ、やっと手に入れた。これカットインって今の？いや、わかんないんだけど。まあ、どんどん引いていきましょう。カットインのタイミングわかったね。今ので正しければ。なんとなく分かってる。あー、なるほどね。かわいいじゃん、さくら。ラスト、星5はでかいよ。星5はお願いします。レッツゴーカモン。あー、来ない。あー、同じじゃないか。ツーバキだよーっつって。いや、でもよかったね。え、次、まあレビューしません。まだちょっとわかんないですからね。おー、いいんじゃない。じゃあまずはこの赤からどんどん引いていきましょう。おー、強そう。どうだ、強そう、強そう。どんどん召喚していくよ。時計回りでいきますか。どうだい。さあ、列を。おい、おい、双子、双子、おい、星3つじゃん。あれ、同じキャラクターでも3と4がいんの。これ難しいな、それは。なるほどね。浅間ソウルなんだこれで。上ね。カモン。おお、星3つ、いいな。この馬に乗ってるとかさ、ペガサス乗ってるのかっこいいね。なるほど。あ、マリア、さっき倒したこれ。マジ星5出たんだけど。マジか。ちょっと待って、提供エリア見たい。星5ピック、あー、 3% で出るんだ。マルス欲しいって。マルスが強いんだって噂によると。よいしょ。ああ、おぼろね。いよいよ早かった、早かった、早いぞ、早いぞ。ノンノン星4だ。よし、うん、どんどん引いていきますからね。マルス出ないのかな、なかなか。お、強そう、めっちゃ強そう。ジョルジュ、もちろんこれさ。おー、村人。おい、村人って。おい、どんどんいきますよ、どんどんいきますよ。どんとこいだよ、ほんとに。マルス、とりあえずマルス引かないとダメだよ。おっ、あれ、私を呼び出すなんて。マジ、いけない子ね。あれ、これ強いやつじゃん。出た。でも星4つ、なんで進化前ってこと。よくわかんない、このゲームのシステムが。進化5で出たりする。5って進化5ってこと。あれ、まだ始めたばっかでわかんないんだよね。どんどんいきましょう。
大王様ね。マルスが欲しい、マルス。来い。おお、あ、誰、あんた誰。おお、おお、戦局を変えてみせるよ。マジ星 5?4 だ。分かんないって、星4と5の違いが。ちょっと待って分かんないって、マジで分かんない。はいはいはい、ベルセルクで見たら本音のやつ。セルピコ、セルピコでいきましょう。分かんねえんだけど、このシステムが。え、なんで星4なの、あれ。ずっとなんかモヤモヤしてんだけど。ヘンリーね。早くなってきたね、操作がね。いや、これ結構かかるな。10連とか欲しいな。セシリア初めてのゲット。はい、あー、星4つ。え、左下の男と同じだ、なんか動きが。ちょっと見た目が違うぐらい、顔が違うぐらいか。来い。おお、初めてゲッチュだね。そう、あれ、ちょっと待って、マジわかんねえな。星マルスとかも星なんで出んのかな、それとも残念でした系なのかな。おお、初めてのゲット。フェリシア、なんちゅう格好してんの。あ、メイドなんだ。どんどんいきますよ。まだ100ゴールしか使ってないのに、もう動画が12分なんですけど、ちょっとどうかね。そして、おお、初めてのゲット、ウェンディ。銃騎士、あ、強そう強そう。銃騎士系多いな。さあ来い。あー、この子ね、細いなー。強そう。でも分かんねえ、なんか星5っぽいやつも星4だし、なんか見分け方分かんねえよ。どうしよう。え、星5度が出た。え、どういうことなんだろう。来ない。急にサッと音がなくなるからさ、ドキッとすんだよね。わかる、これ急にサッと音がなくなるじゃん。マルス来ないかな。あれ、これさっき星3つだったやつだ。まあまあ進化すればいいんでしょうっていうことにしとこう、きっとね。ソウル、さあ頼む。出たおじちゃん。あとね、5回引いたら、1回、なんだ、前編後編に分けるか、これは。さすがに長すぎるもんな。20分の動画なんか見たい人いないでしょ、さすがに。おお、ギュンタ。じゃあラスト5回この動画で引きます。どんどんいきましょう。おお、赤多いな。赤多いだろこれ。おお、ここ誰、誰誰誰、分かんない分かんない分かんない。マルスだよ、マルスだよ、マルスだよ。君の力にならせて。星5、星4じゃねえかよ。いや、わかんないんだって、それは。どうなってんの、これは。どういう見分け方なの、わかんないよ。で、マルス当たったからね。あとは進化させて頑張りますから、多分ね。それでいけるんじゃないですか。キュンター。あ
あと匠だっけ、あれも強いんだよね。パオラ、パオラって最初からもらえたキャラクターだっけ。おお、ヒルね。ラスト、でもラストでマルス当たったな。エリウッド最後のこれ当たりましたね。はい、ということでね、マルスを当てることができたので、あと進化させないかな。君にも素晴らしい仲間がたくさんいるんだね。緑川ひかるさんだはい、ということでね、一応前編ということで、皆さんどうでしたでしょうか。いろいろね、言いたいことあると思うので、コメント欄でぜひぜひ書いていってください。ということで、以上ぎっこちゃんでした。バイバイ。